S-62HH-52AC ガード着水する HH-52AC コルスキー S-62 は単発一軸ローター式のヘリコプター。アメリカ沿岸警備隊や海上自衛隊、航空自衛隊によって救難機として使われたほか民間でも広く輸送用に使用された S-62 の開発にあたっては シコルスキー S-55 のダイナミック、コンポーネントを可能な限り再使用している。また、その機体設計は、シコルスキー S-61 の縮小版といえるもので、機体の底面が船型に成形されていることから、水上での離着陸能力を有する。また、エンジンの S-61 と同じ1250。 HP ゼネラルエレクトリック T58GE-8 だが、機体が小型であることから、単発配置となった。この強力なエンジンにより、S-62 は、原型機であるとともに、この時期に広く使われていた、S、S-55 よりも高速で、最下性能も優れている。この特性に注目して、アメリカ沿岸警備隊は S-62C を購入し、当初は、 フーに S-1GC ガードとして運用していたが、1962年に HH-52AC ガードとして正式化した。HH-52A は99機が生産され、長く運用されたが、1985年より、後継の HH-65 ドルフィンが運用を開始するとともに退役していった。なお、 うち一機はアイスランドに輸出された。また、日本では、航空自衛隊と海上自衛隊が、救難ヘリコプターとして採用し、運用していた。これに伴って、三菱重工業で1961年から1970年まで25機を、ノックダウン生産した。この民間向け生産分のうちの一機であった、アサヒヘリコプターの所属機は、その上昇性能を活かして、 富士山レーダー建設時に、レドーム骨格輸送作業を行い、後に NHK のテレビ番組、プロジェクト X でも取り上げられた。また、フィリピンへの戦争賠償の一環として2機が、フィリピン空軍に納品され、大統領専用機として用いられた。単発機だったことから1975年に、解約されたが、1機は、フィリピン空軍航空博物館で、 屋外展示されている。救助用バスケットを使用する、HH-52A 航空自衛隊の S-62、JQ 難ヘリコプター海上自衛隊の S-62、Q 難ヘリコプター出展、http:/www.aviastar.org コロンススララッッシシュュスラッシュヘリコプターズ、イングリッシュ。 ス s 6 2 p h p 初元性能。ありがとうございます。